はい。オークスってことでね、やっていきたいと思います。秘密結社、富山総集八でございます。今回は、まあ、東京芝2400。まあ、ここに来てね、もろもろ、こう、東京芝2400、3歳 G1、オークスダービーでございますよ、という中で、まあ、我々のね、地元の POG としては、5人のメンバーでやってますが、まあ、ほとんど、こう、団子状態で1位から4位。まあ、そして5位の人がちょっと離れてるんだけれども、まあ、 全員がオークスもしくはダービーに出走馬がいて、で最下位だけ、まあ19位と18位、19位、1頭抽選とはいえ、オークス、ダービー、両方に登録馬がいるんですね。ダービーの方が抽選とはいえ。っていうね、まあ何が起こるかわからない状況に一応、オークス、オークス、ダービーを迎えてるんでね、ちょっとあの、気合いの入り方が例年と異なります。例年と異なるっていうか、まあ結局いつもこうなんですけどね、自分の指名馬から軸でと。 いうことになりますね。まあ、そんなわけで、あとは流し見で結構でございますが、まあ、クイーンカップを勝ってね、よく言われる東京への適性っていう意味で、あの、オークスに直結するレースって言われるのがクイーンカップ。まあ、ローテ的にはここ目標できていると信じましょう。まあ、中内では旧車なんでマイルの方がいいに決まってんだろうとか、そういう突っ込みに関しては、あの、書き込まないでください。わかってますと。あの、他の文句だったら何ぼでも書き込んでほしいんですけどね。 そそんな感じでいいきたいと思います、まあ、そして5番、小金の空、まあ、3連勝でトライアルを制覇してきました、まあ、信頼と実績のゴールドシップ3区をシ島すでに出している父でまあ、前より長い距離で、ね、3連勝してきているってあたり距離的,性的にも、まあ、実際にはこの人気順だったら最大の惑星なんて言われる、ね、一番の穴はこの馬かもしれないですね、まあ、そして7番、ストレン・ボッシュ阪神ジュベナイドフィリーズ2着、桜花賞制覇、まあ、その中でね 阪神ジュベナイルフィリーズを勝って、桜花賞2着だったアスコリピチェーノは、マイルカップの方に出てしまって、ここは回避ということを考えると、ライバル、一応もう世代実績ナンバーワンという形でね、あとは距離がどうかっていうことになりますので、ここはね、の紐には少なくとも入れざるを得ないところ。そして12番、チェルビニア、これが指名されている馬でしたかね。北馬ですがたが、桜花賞は惨敗してくれました。 まあただ、ルメールが戻ってきて、桜花賞でマイルのペースに逆に乗れなかったっていうのは、オークス向きだった、オークス向きの調整を施してた説と、まあ、ルメールがじゃないとこんなもんっていう説が両方あって、まあ、ルメールじゃないとこんなもんだったら、ルメールじゃないとこんなもんで人気を落として、ルメールに戻って爆走。まあ、そしてね、桜花賞の変なマイルのペースに慣れてないだけ逆にこのペースに対応できるみたいなね。 まあそんな読みはあります、まあ、そして14番ライトバック想定2番人気、まあ、デビュー戦は18 0でしたからね桜箇所3着に来てますしマイル以上の経験があるというのはプラスに働くと思います、まあ、そして17番タガノエルピーダ杯アサヒハイフューティリティステークス3着と、まあ、ボバ相手にも G1 上位 そしてね、権利が取れずに、大箇所出走ならずが逆にプラスに働いて、まあ、忘れなぐさ賞で2000メートルの流れを経験した、マイルより長い距離の流れを経験したのはプラスに働くというふうに見えるんじゃないでしょうか。まあ以上ね、こういった形でまたやっていくんで、チャンネル登録とぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。